ゆかりんゆかりん大変や。ちょっと、あかねさん土足で部屋に入ってきてどうしたんですか？そんなことどうでもええねん。ついに、メタルギアソリッドの新作が発売したんや。ああ、それならもう購入してありますよ。なら話が早いわ。うちらも実況動画界に進出するで。それは、つまり二人で実況動画を作るということで。当たり前やん。さっさと PS4 の電源つけるんや。いやいや、そんな急に言われても、心の準備というものがありますし、それに同じ機械音声実況なら、すでにゆっくりさんたちがいらっしゃるじゃないですか。そこに割り込んでいくのは厳しいんじゃ。今はゆっくりよりボイスロイドっちゅう流れが来てんねん。しかも、メタルギアソリッドの新作っちゅうビッグタイトルがあるんや。乗るしかないんや。このビッグウェーブに。仕方ないですね。ありがとうゆかりん、恩に切るで。それじゃあ早速スタートやで。つうわけで戦場にやってまいりました。どうもどうも、あかねちゃんです。成り行きでついてきました。はじめまして、ゆずきゆかりです。今回の任務は、捕虜の救出やな。仲間を助けるのもボスの役目。このあかねちゃんが華麗に救出したるわ。まずは偵察やな。有能、有能、無能、無能、ふむ、手前の見張り兵は欲しいわ。気がついたら勝手に判定されてるとか、黙ったもんじゃないですね。しゃあないんやでゆかりん。うちのマザーベースに無能はいらんねん。つうわけで君らには眠ってもらうで。ごめんな、おっちゃん。Good night. いや、一発で決まってよかったよかった。外して警戒態勢に移行されたら厄介ですからね。ほんじゃ、パパッと尋問して、パパッと回収するで。で、問題はこっからやな。戦いの見張り兵がものすごく厄介ですね。しゃあなし安全策で、ちょっと大回りしていこうか。うわっと、まだおったんかい。あ、ちょっと、あかねさんそんな近くで飛びこいたら。セーフス、ギリセーフス。ふう、危なかったわ。あかねちゃんやなかったら見つかってたで。もうちょいステルスプレイを心がけてくださいよ。発見されなかったら、それはステルスプレイや問題なしんや。ほんじゃ、こそっと近づきまして。どっこいしょ。さて、こいつもマザーベース送るやな。君にはヒヤヒヤさせられたので、嫌がらせでトイレ掃除係に任命するで。これは脱走確定ですね。脱走できんようにトイレで生活させるわ。これはひどい。あいつは、ダンボール格闘術で仕留めよか。何ですか、その嫌な予感しかしない格闘術は。まずダンボールを装備して近づくやろ。いつもと同じですね。というかなぜバレない。そらダンボールやからな。そんでいい感じの距離になったら、おもむろに中腰になりまして。ここでスザーや。うわ。からの銃を構えてホールドアップ。どや完璧やろ。すごいアホっぽいけど無力化できてるし、すごい、のか。みんなも真似してええで。いや、こんなん真似する人いないでしょ。そんじゃさっさと捕虜のとこ行こか。位置的に、この建物の2階に囚われているようですね。ほや、まだおったんか。あいつも段ボールで仕留めようか。あの、段ボール装備してスザーする意味ってあるんですか？真面目な話。ダンボール装備してスライディングすると距離が伸びるから、普通のスライディングよりかは個人的に使いやすいと思うで。なんだ、ふざけてるんじゃなくて、ちゃんと理由があったんですね。まあ一番は、やってておもろいからやけどな。そんじゃこいつは気絶させて、見つからんとこに放置しとこか。と、その前に、上から追加がやってきたな。はい、なんか喋れ。ほう、特技兵ですか。ぜひとも回収したいですね。ご苦労さん、ゆっくり寝てな。そういや、もう一人上におったな。逃げるとき見つかると面倒やから、眠らせに行こうか。はしご登ったらバレちゃうんじゃないですか。まあ平気やろ。あ、しもた、あかねさん早く眠らせないと。お願い当たって、余裕やったわ。嘘つくな。はい、今度はお前か。この距離なら CQC で行けるはず。余裕やったわ。もう黙れ。さて、下で寝とるあいつが発見されるのも時間の問題やから、他のやつも眠らせとこか。あとはあいつだけか。ここからだと狙うのは難しそうですね。もうちょい前に出て角度つければ、この辺から頭見えそうやな。つうわけでちょこっとだけ前に出るで。あ、スティック倒す方向間違えた。これは、アウトですね。まだ山田麻酔弾当てれば。はい、外れ。畜生、ここまで完璧やったのに。こうなったら嫌がらせや。能力関係なしにとりあえず全員フルトンや。お前と、これと、あとこれと、お前も回収や。捕虜の回収のはずが略奪になっている。ああ、もう銃弾痛いねん。10倍返しの刑に処す。ほら、階段邪魔や。あばや。よっしゃ、あらかた片付いたな。ステルスアクションは一体どこへ？ステルスって要は、敵に見つからないようにすることやろ。いや、まあそうですけど。じゃあ、うちのこと発見したやつ全員黙らせたら見つかってないやん。これってステルスプレイやん。いや、その理屈はおかしい。まあさっさと捕虜回収して、マザーベースに帰ろか。はい、そうしてください。私のステルスの概念がおかしくなる前に。おっと、まだおったんか。はい、さよなら。僕にもまだおっとやらか。見事な自爆でした。98点です。全然嬉しくないです。とりあえずさっさと治療せな。爆発のダメージをスプレーだけで治すとか。ほんと化け物やな。とりあえず、あいつで最後か。いや、また増援が来るんじゃないですか。ほんまや、増援が到着する前に、さっさとトンズラしようか。おや、まだ下に生き残りがおったんか。ああ、失
腸内生き残りが。安心せえ、眠らすだけよ。ああ、担ぎながらグレポンできませんもんね。ああ、よっこいしょ。よっしゃ、あとは逃げるだけよな。ちょうどええところに車が落っこちてるから、ちょっと借りていくで。ちゃんと無傷で帰ってくるんですかね。安心してください。無免許運転です。先生、安心できる要素がどこにもありません。まあ見てろってね、ジブルガリアヨーグルト。安全かつ大胆なコーナリングで、敵の追撃をかわしたるわ。あっちから敵来そう。よそ見運転。これは死んでないからセーフ。アウトだよ。スリーアウトでチェンジだよ。でも、映画のワンシーンみたいでかっこよかったやろ。ええ、あのまま走り抜けてたら完璧だったんですけどね。爆発くらいで壊れるソ連軍の車が悪い。どう考えても車は悪くない。捕虜さん、さっきはすまんかったな。面倒屋から先に帰っててええで。最初からそれやってくださいよ。そんじゃパパッとヘリ呼んで、ついでに回収、ほい、ほいっと。そんであとは待つだけやな。いやあ、それにしても楽しかったわ。ステルスプレイもできたし、大満足やで。あれが、ステルスプレイ。だって敵に顔バレしてないで。顔見られた人全員爆殺しましたからね。しかも、ポルもちゃんと回収したで。自分ごろとも爆殺しかけましたけどね。まあ楽しかったし結果オーライやん。ああはい、じゃあもうそれでいいです。つうわけで、今回は、この辺でおしまいにするで。そんじゃあまたな。ご視聴ありがとうございました。